倉橋良介は、日本の映画監督である、日東テレビ映画常務取締役、プロダクション、高取締役を歴任。別名に、風間三郎。1919年に生まれる。小竹京都撮影所に入社、破れ太鼓の木下圭介、1954年1月27日に、公開された、岩井半四郎主演の、 都の様街道で監督に昇進している。以降、1960年までの6年間に16作を監督している。1961年7月2日に放映を開始した連続テレビ映画、新州天馬キャンの監督をしてテレビ映画に進出した。1962年11月4日に放映を開始した連続テレビ映画、小田信長では、 脚本のみにクレジットされた。1963年12月11日に放映を開始した連続テレビ映画海の野郎どもでは監督を務めている。この頃小畜を退社している。1965年8月に公開された成人映画赤いしごき日本独不伝を風魔三郎の名で監督し、同年10月に公開された成人映画のを 倉橋良介名義で監督して劇場用映画に復帰、同二作を制作した木又隆隆が主催するプロダクション中で、いわゆるピンク映画を撮り始める。同年11月に国映画配給して公開された成人映画、ギラついた裸獣の群れも含め、これらは成人映画に指定された時代劇映画であった。同作の撮影技師、広田昭蔵は、 かつて倉橋がチーフ女監督を務めたバラガス戦の時の撮影助手であり、美少の林正信、桜井文子は、東映京都撮影所のベテランスタッフであった。木又隆隆が代表を務める日東テレビ映画株式会社、並びにプロダクション中は設立当時、京都市右京区佐賀甲塚町一番地に所在し、それぞれの会社で常務取締役、取締役を務めた。 1972年1月1日に放映を開始した小枯らし、文次郎第一部では市川昆虎大御所が監督することもあって助監督を務めている以降の作品歴についての資料は見当たらない同年秋以降の情報が掲載されている映画年間1973によればプロダクション高はすでに東京都渋谷区千長屋5丁目に移転しており 同社の役員のリストに、倉橋の名はない。日本映画監督協会に加入していないため、現在の消息は不明である。存命であれば2014年には、満95歳である。男の牙公開時のポスター広告。特筆以外はすべて、監督である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵、現存状況についても記す。ありがとうございます。